どのくらいやるか。8日から始めました。まあ、10日か。始まって10日のワールド。でまだ何までやってないよね。あとコイン1枚持ってたのでありがとう音符ありがとう。よいしょ、ありがとう。ログインできたかな。任天堂スイッチの方でねやっておりますね。うん？スキンが読み込まれんのんじゃけどいけんかなこれ。これこのままいったら多分スティーブのままになっちゃうよね。いや、行ってみるか。どうしよっかな。でもなんか、まあ、めぼしい建物みたいなのをそんなちゃんと作ってないよな。前のワールドだったら少しは見栄えのするものがいくつかあったんだけど。梅桃さんとかもこのワールドに入って共にやっとるよ。な攻撃、攻撃行こうか。ちょっと攻撃行ってくるわ。いらないもの。この辺一旦全部入れていいかな。夢未来さんお帰り。地面これ切り替えたんだね。今気づいた。持ちきれんくらいある。紙本にして持っていこうか。これでいこうか一旦。足場じゃないわ。ここが切り替わってますね。で、プライベートルーム、ポスト、アンドロッカー。なるほどね。これで、現在この俺と雷さんと梅桃さんくらいがまあ入ってるから、まあそれぞれの荷物ここ入れたらいいんじゃないみたいなやつだね。でここエンチャントできるように作ってくれたんだね。ありがとう。サトウキビ地図のチェストに入ってます。もう今現在何も持てない。この殺風景だな。今からデザイン入れていこうとしたんだけどもうとりあえず機能性しか考えてない作りになってて、何もちょっとあれだね、現段階ではちょっと寂しい感じになってるけど、後々ちゃんとやっていくんや。
綺麗にねデザインも入れていきたいですね。あとでスイカです。おお、びっくりした、危ねえ。そうか、ここ上開いちゃってるから上閉じんとやばいね。あとでスイカですね。あ、そっか、村人が。向こうの村からさっき行った方が良かったかな。なんか馬が増えとんだけど馬が増殖しとんだけど、あ、ここ時間が止まっちゃってる。ここで一晩過ごさんとダメなんだっけ。高いままだな。村を整備したりとかしながらあれするとなかなか攻撃が進まないよね。22、ちょっと高いままだね。やべ、持てなくなっちゃって。リリホワスさん、こんばんは。17人目だ、ありがとう。これとりあえずちょっと適正な値段に下がるまで置いとこうか。あ、でも向こうの村でも小麦攻撃できるんか。持っていっちゃおうか。向こうの村行ってくるわ。こいつらは時間経ってないんだよ。こっちの村行こう。ここもでもそうか、時間経ってないよね絶対。これダメだな。村をちょっと整備しようか。じゃあ時間が進まんわ。言うて道具何も持ってきてないな。村整えて攻撃を進めるか。あ、リリホワさん、音符2個ありがとう。私コインこれしかないありがとう。ただ貴重な貴重なやつありがとう。婚活しなきゃ。そう、今でも本当
私もキャラ変えてきます。いいね、ありがとう。こうハッピーの飛び具合とかも変わってくるらしいから、まあ、どうなっていくんだろうな。ちょっと村を整えましょうかね。モテデートさん、こんばんは。おかえり。あまり飛んでないのは寂しいですね。そうなんやな。飛んでくれんとどうもならんよな。整えるセットを持っていこう。効率よくエメラルドをちょっと取っていきたいね。また行かなきゃ。モデレートさん、黄色だるまありがとう。ハッピーいただきました、ありがとう。スビーのとこにガラス入れとくね。松明もちょっと持っていっちゃおうか。カバーカバー23。本って誰が攻撃できるんだっけ。サトウキビ、あ、本にして持ってった方が効率いいから本を持っていく。
司書ではないですか。司書かもしれない。ちょっと適当に持ってって向こうを整えながら、あ、ここもある。3個ちょっと待って、ちょっとここ入れさせて、持っていくわ。あ、スイカこれね。あ、いいね。スイカ持ってこうか。ちょっとちょっとちょっと邪魔邪魔。息子を呼びに行ってみましたが寝ていて全然起きない。もう寝るのが早いんですねそう、マイクラをやってるよ。ご飯食べて寝たようです寝つきがいいのはいいな。何時？21時40。でもそっか、でも子供の時ってそれくらい寝てたよな。結構俺も10時まで寝てたような気がするわ。なんかこれこっち側に、こっち側になるようになってんだね。で夜中起きるんですよねそうそう。で夜中にさ、大人がこっそりさ、なんかこっそりちょっと高級なおやつとかをさ食べてたら、それを見つけるんよ子供が、あーって言って食べとるーっているーって言って、大人がこっそり美味しいデザート、お中元のゼリーとかをこっそり食べよったら、子供は嗅ぎつけるからね。いるーって言うかな。うわなんか俺だけなんかな、俺だけじゃないと思うんだけど、なんか大人ってさ、おやつ子供その辺に置いとったら食べるじゃん。てか隠すよね。いや、なんか冷蔵庫の上とかさ、なんか引き出しの奥とかさ、よく見つけて食べよったわ小学校の時冷蔵庫の上とかに隠しがちないの。またこんなとこに隠してからと思いながら食べよった。残ったお米をおにぎりにしておくと朝なくなってます。あー、でもわかるかも。なんかお腹空いたら、あれ、ふりかけかけたりかけて食べたりしよったわ。あれだったからさ、鍵っ子だったからさ、うち鍵っ子だったから、鍵っ子って言うんかな、今でも言うんかな。帰ってで、親はまだ仕事行っとったり しとったから、したらお腹すくじゃん。あ、ご飯あるわっつって、これ固めんといけんのか。あれ、これクラフトで固めるんだっけ。あ、クラフトで固めるんだ。所有の孫も夜中こっそり起き出してスイッチで YouTube 見てるようです。ベストフレンドなんで私わかるんですすごいな、すごい時代だな、そう考えると。すごいよね、昔だったらありえんかったよね。遠隔でログイン状態がわかるっていうあれ、スイカの種拾ってた俺。スイカの種もなんか持ってきちゃってる。師匠、あれ、師匠さん
師匠、ここだっけな。おどおどおど。あ、ちょっと高いままか。ちょっと待つわ。ちょっと整えながら待つ。そうなんやな。じゃあ、あれ、肉欲張っていっぱい持ってきちゃった。あれ、うん、なんで持ってんだっけ。あれか、あん中に入ってたやつか。まあ、こっちに一応ちょっと置いとこうか。ちょっと村整えるわ、若干。ここいらないね。あ、シャベルめっちゃ置いてきちゃってる。小学4年生ですごい時代ねえ。ほんま何がどうなるかわからんもんじゃな。モデレートさん、テントウムシとイチゴありがとう。大丈夫か。これ上が、お前自分で上がれ。あ、上がった。小豚じゃな。これね、この村で夜を明かして、んで翌日にならないと交易が復活せんのにな。職業ブロックで奴らが仕事をしてくれんと。マリアさん、こんばんは。ちょっとこの村も整えんと。トロッコとか作って村人固定したいけど、まだそんなに鉄使えんしないや。この村も全然整えてなかったね。この辺とか全然いらないじゃん。っていうか一応あそこ村扱いなんかな。ここまで多分微妙に村扱いなんだろうね。変なの。ここも砂漠認定でいいんじゃないんかな。てかあそこ砂漠じゃね、普通に。いや、際どいかな。砂岩とかあればね、あ、砂漠だなってなるんだけど。下が近くにあればいいんだけどな。ちょっと周辺見てみようか。迷子にならんようにせんと。砂漠っぽい。結構砂いっぱいあるけどね。なんか煮え切らんな。砂漠と言っていいのかどうなのかくらいよな。煮え切らんわ。あの辺とか割と砂漠っぽくね。結構ガチの砂漠かな。ちょっと待って、この夜になる瞬間村に寄った方がいいな。この辺にカボチャってくれればいいんだけど。だいぶ夜かな。はい、
あとサボテンあれば間違いないです。ああ確かにオタマジャクシを持っていて白になればさばくって、ああオタマジャクシが、なるほど。さあ村人働くんだ。間違えてゴーレム殴ったら最悪だからな、これ。この水いらないよね。小麦の値段安定したかな。お、へそ。あ、ここにちょっとあるな、これ。小麦の値段が安定したらしい。こいつは、お前は、あ、これあれだね、職業ブロック作らんといけんね。あ、いける。さあこれで耐久2と、火属性1はいけるようになりました。あれ、これもいけるってことは、あ、なってるね。師匠ちょっとしょうもなくはないけど、あんま使えない感じだったね。33、くまったさんこんばんは、界隈です先を知らずくまさん関係、くまさん界隈、わぐまさんか界隈の方は名前がくま関係多い。アマリラスさん帰る、ありがとう。18人になってる、ありがてえ、でかい。14だったわけだからな。14から18は相当でかい。14だったわけだからな、ほんと。これ、高い。高いな。高いけど、あと何回分くらいかな。1、2、3、4、5回分くらいかな、これ。お、これはビートルートか。サンゴブロックか。ちょっと向こうの村でゲットしてこよう。向こうの村の交易を進めるためにまた一晩向こうで過ごしてくる。では戻ります。了解、ありがとう。この村と向こうの村は割と、あ、そうか、もともとそうだよね。ここ、2つの村がそんなに離れてなくって、プラス湿地帯も割と近めにあるっていうので、ここ選んだんだよね。
こはまだ時間経った扱いじゃない、経ってないな。ここはちょっとじゃあ、整えるわ。まずどっからかな、どっから手つけようかな。なんか中央付近がいいな。この辺からいくか。シャベルがあった、間違えた。ツルハシだけめっちゃ持ってきちゃったな。とにかくコメントしちゃいますね。ありがとう。いや、助かるわ。あれ、なんか、この道のさ、下部分、壊れてなかったね。農民たちは仕事をして戻って、一マス分だけ残して削っちゃうか。あれどうなってる、削っちゃっていいよね。では交代します。了解、ありがとう。よし、でこの辺はどう整えようかな。ここはちょっと広めに、シャベルがもうなくなっちゃったな。これ使うか。耐久3、熱いな。あ、早いわ。さすがに。あんなとこに農民おるけど、農民じゃない村人。おい、大丈夫か、あいつ。こんなところに歩くな、歩くな、お前。しかもニート。行動力だけあるけど、ニートっていう。仕事しろ、仕事を。職につけ。行動力だけあるニートは。そんな、あんなところまで行けるんだったら、役に立て、村の。村の役に立て。これは、このラインまでかな。とにかく夜が来ないと話にならんのよ。夜が来てくれないと。まあ整えるところなんかいくらでもあるから、まあちょうどいいっちゃちょうどいいけどね。うまこさん、こんばんは。あ、出た、取らなきゃ。あ、これ19人目だ。ありがとう。ちょっとコメントじゃないわ。データ取ってくるね。40892。40892。この1時間818。データが消えたので改めて作った最後の界隈です。最後の界隈かっこいいな。最後の界隈ありがとう。62702、ラスト界隈360090。
広角がプラス4800。お、夜になる。ラスト界隈ラスト侍みたいな、ザ・ラスト界隈、かっこいいな、ラスト侍みたいだな。遅れて、うわやばい、ちょっと待って、スケルトンやばいよ、村人襲うな。ここ湧く？あれ夜だ、夜だったからかな。湧く？2匹も湧く、2匹も分かれる筋合いないけど。あの奥にいるんだよな。一旦ちょっと荷物置いて、ちょっと交易モードに、多分この一晩経ったことで交易できるでしょ。第一陣行ってくるか。じゃがいも高い、じゃがいも、あ、人参が正当な適正な価格になった。じゃがいも持ってこようか。ビートルートのやつはどこだろう。じゃがいも、じゃがいもはもう目いっぱいいった。人参はまだぼったくる。人参こいつはもうやりきった。ビートルートは、ビートルート農民どこだ。あいつかな。無駄に行動範囲広いなこの村。あ、来た。あと小麦、お前か。あ、小麦も終わってるわ。小麦は向こうに持ってこうかな。あ、うまこさん、傘と、音符3個、ありがとう。やったー。いや、ありがたや。ビートルート置いて、小麦は向こうに持っていこうかな。じゃがいもまだあったな。ちょっとだけ置いとこうか。まああとはいいかな。あ、この辺ちょっと。交易の、交易じゃないわ。村人同士の
コミュニケーション用に拾え。よし、でこれやっぱちょっと向こうの村で一晩過ごす。ではこれでご新規さん待ちにしますね。ありがとう。19人までいってるのめちゃめちゃでかいわ。14だったから。ワグマさん界隈で5人いただきました。ありがとう。相当でかい。なかったら、あれだよね。14のまま日曜を迎えるところだったよね。14のまま日曜を迎えたら不安でしかないよね。非常に恐ろしいから。めちゃめちゃ助かった。うまくは婚活していきます。ああ、ありがとう。いってらっしゃい。不安ですね。そうなんや。14は怖いよね、さすがに。あと1,2,3かな。あと3かな。いやー、時間できたらギフトを送りたいです。ああ、ちょっと待って、もうすぐ。じゃあもうここでいいか。昼か夜か分かった方がいいな。思ったように溜まってませんが、ある分で送りたいです。ありがとう。ちょっと待って、移動するわ。よろしく。おお、プラネット。ありがとう。プラネットじゃないわ。宇宙遊泳みたいなやつだな。1699。でかい。夢未来さん、ありがとう。そして梅桃さんがレインボー、ありがとう。1299。39位になった。かわいいなぎふです、ありがとう。39位か。お、パンダサイ&コー、ありがとう。サイ&コー2399。ドヤ、ありがとう。めっちゃもらった。24位まで上がった。カップケーキ、ありがとう。ハンバーガー、ありがとう。ハンバーガー食べて。いや、ファーストフード食べたくなるよね。いや、ありがとう。23位まで上がっとるわ。ナイファイ、ありがとう。
最高ありがとう。22位まで上がった。綺麗ありがとう。22位はすごいな。あともう2時間切って一旦終わります。了解ありがとう。これをまとめて、夢未来さんから、1699、宇宙遊園熱。梅桃さんから、レインボー、そしてプチ梅桃さんからサイアンドコー。夢未来さんからドヤ。宇宙梅桃さんからカップケーキ。でプチ梅桃さんからハンバーガー、梅桃さんからナイファイト最高、夢未来さんからキレイいただきました。ありがとう。で戻りますね。いや、それ今6322、だいぶ来たな。まあウィークリーは最悪日曜日もあるからな、ありがとう。もうだいぶ来とるわ。思ったように溜まってませんが、ある分で送りたい。あ、これさっき読んだやつ。もう一回読む、うん。戻ってきたら、さっきのさ、なんかあの、配信の、配信視聴者が見てるページに一旦飛んでスクショ撮ってるんだけど、で、戻ってきた管理画面の方は更新されてないんよな。そう。同じコメント読んだやつ。小麦復活してるね。あ、どこ行った。あと2個、これって1、2のもうちょい、あ、え、行ってない、あれ、あ、行ったんか、無駄に買っちゃった。よし、ダイアンツレハシ、シルクタッチ来た、一発シルクタッチ、すごかったですね。可愛かったね、ギフトね。いや、そしてシルクタッチ来たで。熱いぞ。これは熱い展開。いい流れ。シルクタッチ来たわ。シルクタッチ早く欲しいな。おう。ちなみにシルクタッチとは、マイクラやってないと説明しても価値が分かんないよね、これね。なんかこの、石をさ、削った時に、これ丸石って言うんだけど、あの、普通の、丸石と石って違って、で、普通の石を削ったら、普通のこの、石のツルハシとかで、石を削ったら、石が取れるんじゃなくて、丸石が取れるんやな。んで、でも石が欲しい時もあるじゃん。で、石は丸石を焼いたら、一応作れるんだけど、二度手間じゃん。なので、シルクタッチっていうのがあれば、シルクタッチがついてる、まあ、シルクタッチと効果よね。シルクタッチという効果がついてる、ツルハシで石を削ると、丸石にならずに、石のまま取ることができるっていうことなんですね。で、まあ同様に、なんか同じようなやつあるんよ。なんか、
削ったら形が変わっちゃうみたいな。あ、ガラスとかも、あの、普通に削ったら壊れちゃうんだけど、普通。シルクタッチで削ると、割れずに、そのまま再利用できたりとか。元の状態のままブロック化することができるっていうのが、シルクタッチね。名前からじゃ想像がつかない効果だよね。シルクタッチって何と思うの。シルクタッチよかった。レアだね。一発で来るとは思わんかった。まあ、正直一発目の、ダイヤのツルハシだから、まあ効果自体はおまけ程度で、まあ、何でもいいかなと思ってた。よかったよかった。これだけ村人、農民の交易がまたやれれば、シルクタッチどうにかちょっと作って帰りたいな。いや、マインクラフトってな、最初ようわからんのよな。なんか最初で PE 版、スマホ版がまだ PE だったんよ。で、PE 版がまあ、1000円か、まあ1000円くらいで買えたんよな。んで、なんか、マインクラフトなんか小学生とかに人気みたいだけど、面白いんかなとかと思って、最初買ってやってみたんだけど、なんか、やり方がよく分かって、最初説明書とかさ、調べずに見る派、ゲーム。説明書読まずにやる派だったから、でマイクラも、まあ、なんかそのネットとかで調べてやればさ、まあできるんだろうなと思いながら、まあ言うてもいけるじゃろうみたいな、ふうに思ってやり始めたら、もう一旦やめたよね。夜、いや、ゾンビ怖ってなってる。しかも夜長ってなってる。装備とかないと、普通にゾンビ相手でもやられることあるからな。特に初心者だったら、戦い方もよくわからんしっていうんで。なんか普通に怖かったよな、最初。マイクラの夜。で、クラフトのやり方とかも全然よくわかってなかったから、どうすればいいんだろうみたいな。で、結果多分ちょっと調べて、あ、そういうことかって理解して、で、それから楽しさが分かったみたいな感じかな。最初ほんまよく分からんのよ。しかもダイヤのシャベルってことは、これでもあれか、耐久さんがついてんのか。全然壊れんわよ。こも村もちょっとずつ整えていこう。めっちゃ粘土あるけど、まあ、粘土も気軽に取れるようになったからいいよね。よーし。もう一旦埋めてしまおう。なんか下穴開いてんの。粘土村人の交易に使いましたっけ。あー、使えるか。使えるか、取る。なくなった。どこだっけ、この辺だっけ。取るか。
粘土だよね。どれか。いや、割とあんのかな。拠点の顔、ま、周りの顔に結構あったんで集めておきます。ありがとう。なんだっけ、石工か誰かで攻撃できたかな。割とあったな。あ、こいついけるやん。で生活しないとなかなか姉なんだな。日が変わらないからさ。26だったっけな、多分。これ石くん？あ、あれじゃね？これ、これあれだ。これ攻撃でいけるんだ。しかもこれ1個で。あ、これいいね。ネザークオーツだったっけ？これの固まったやつだよね。これ1で攻撃できるのは熱くね。何気に。川ちょっと待って、川田町さんかな。また22名だよね。ありがとうこんばんは。今夜はマイクラですかね。そう、なんか22名踏んでくれる確率がめちゃめちゃ高いんだけど、 ありがとう。でこれさっきシルクタッチのダイヤのツルハシ行けるようになったんです。はい、たまたまなの。あれ、ウィークリーのコメント人数がちょうど今夜も20人目なんですね。シルクタッチ行けたな。シルクタッチ26か、割とハードル高いけど。あ、で砂持って帰ろうか。こっちにはいらないの。これまあ向こうで使うか、貴重だからな。一旦持って帰ろうか。あ、どうしようかな。じゃあ、まあいいか、これ持って帰るか。こいつら置いてくればよかった。
お役に立ててたようですね、ついでに。うわ、ありがとう。いや、めちゃめちゃでかい。コメント人数足りてないと、ウィークリーがクリアできんからな。おう、マジックブック599のやつ、ありがとう。でかやったそう、これで。しかも今週あれも苦戦してたから、ギフトも苦戦してたから、非常に助かります。ありがとう。ね、ギフですね、でかいね。ありがとう。一福さん、こんばんは。あ、もうあれがないんだ。なるほど。じゃあこれどっちも使うか。溶岩入れてくるわ。交易品入れんとこにエメラルド入れとくから、なんか使いたい時あったら使って。過ぎてんな。あ、やっぱ小麦持ってきちゃった。了解です。かぼちゃの種来たら交換します。うん、コップもなんか使うことがあったら使って、なんかもらってきちゃった、向こうの農民に。シルクタッチ入れとこう。シルクタッチも使ってね、石とか掘ったりするときに。でも攻撃できるから壊れても大丈夫だから。鉄どういう状況？鉄もそんなに余裕ないか。じゃあこのままいっとくか。バケツめっちゃ作れれば効率いいんだけどな。さすがに23しかないのに使えんな。おっと？あ、一福さんが、レイニーボックス、雨の日、ハム、ハム、雨の日、ワンコ、雨の日、ハム、ハム、ありがとう。そしてこれで、ミッション達成。ありがとう。ありがとう。雨の日、ハム、ハム、ありがとう。どこまでやっとったっけ。よいしょ。で、これで、なんと、ウィークリーミッションも達成です。ありがとう。すごいです。いや、今日行ける、今日行けるかすごい微妙だったね、今日はね。ちょっと今、環境がね、先週くらいから、なんていう、ミルダムちょっと変わってきてるからどうなるかなと思ってたけど、助かった、非常に助かった。よし、いや
マイクラの環境も整ってきてる。イベント17位？あと1時間半か。これは熱いぞ。一気にピンチからチャンスになる、このなんていうの、差がすごいな。今日始めた時コメント人数14人だって、今日っていうかこの1週間のね、やっぱってなっとったところからよ。よし、灯った。で、どうしようかな。向こう、村人増やそうか。農民もそうだけど、ちょっと少ないんよね。で、ベッドとか持ってって、ベッドって、これかな。ベッド。ちょっと向こうの村人を増やすわ。10個くらいか。2、4、6、7、8、9、10。あとなんだっけ、あと職業ブロック17位、すごいです、すごいよね。今週はちょっと怖かったよな。コメント人数がそもそもいけるかどうかっていうタイミングで、ハッピーもあんま飛んでないみたいな感じになってたから、不安要素がめちゃめちゃあったよな。職業ブロックを作るんですが、コンポスターどうやって作るんかな。やっぱ何でも自分で作らんといけんよね、ほんと。どんどんわからんなるよね、自分でやってないと。あれ、これ、コンポスターは、どこだ。どれかな。あった、あ、ハーフか。なるほど。6個くらいいっていいかな。現状回ってないから。と、あと道具鍛冶とか、ハーフだった気がします。合ってた、そうだ、ハーフだったね。道具鍛冶が鍛冶代かな。何がいるっけ、農民と、あとボーグマのレギンスとか一切出てないから、これと、2個か。まあちょっとこれ作るわ。どう？いや、あれ分からん。武器、防具、道具鍛冶、防具、
ブロック。職業ブロックの一覧くらい。防具家事。あったあった。防具家事、防具家事。溶鉱炉。鉄がいるなぁ。村人にパンを食べさせて増やします。そうだね、あれパンじゃないといけないの、わざわざ。食べ物だったら何でもいいとかない？パン、あでも64個あるな。パンじゃないとダメなんだっけ。あれ溶鉱炉何がいるんだっけやばいな、レシピも全く覚えてないよ本当に。うわ、2、5個も使うんか。いや、まあでも背に腹は変えられん。防具じゃろ、レギンスいるもんね。だってレギンスいるよね。とこれと、あ、ウールかこれ。あ、てかシルクタッチ早く焼くか。何個いるんだっけ。3個か。食べ物なら何でもよかったです。じゃがいもでも人参でもです。なんかその辺にしとく。ケチったらいけんかなケチったらバレる。これもう一回焼くんやな。よく考えられとるよなマイクが。それで十分ですね。うん、そうしよう。食べ物関係で、ちょっと増やしましょうか。そうかそうか、ベッド置いてもそうやってあれせんと増えんか。あ、経験値はどうぞ。溶鉱炉、はい、こんなもんかな。寝れないか。わあ、え？ゾンビピックマンが。向こうに行けばなんとかなるかな。やば。中入っちゃった。留守番するらしいわ。経験値はどうぞ。ちょっと余裕が出てきたらトロッコとかで村人をこうとどめて効率よくやれるように。行こう。育てるのも一苦労だな村人。
食べ物持ってきてねえよ。向こうの村行ったらあるか。まあとりあえず設置しよう。慌ただしいな。お、光っとる光っとる。光らん。夜じゃないこれ。まだ分からんな。不自然な不自然なベッド。意外とすぐだな。でも変な置き方したら村の中心多分変わるよね。ここめっちゃ置けるやん。こいつは変わんないよね。大丈夫よね。大丈夫よ。OK。で、職業ブロックを。あ、早速子供が。海、ちょっと待って、ウミガメ？ネザーに行こうとしてる？ウミガメがネザーに行こうとしとるんだが。ここにも置いとこうか。あとこれ溶鉱炉。ニートってさ倒さないとダメなんだっけ。ウミガメどうしたん。なんでそんなところに。ここにおったやつよね。畑に入り込んどるんだけど、これなんか荒れてるね。ウミガメのせいか。ニートは変わらないかもしれません。あれ結局やるしかないのかな。気が引けるけど、やんないと村人増えないとかそういうことよね多分。向こうの村からなかなか残酷な仕様になっとるな。マイクラも農民が中に入れればいいんだけどね。朝から寝てますからね怖い怖い。まあ朝から寝てたらもう何されても文句言えんのよな。マイクラの世界では
梅パンもいいか。リンゴ、リンゴとかでもいけるんかな、うん、こいつ拾うかな。あ、拾う。あの、こっちの村はベッド置いてないからあんま意味ないか。一晩経ってない。立ってないの。人参だけ持って向こうに。高いの。人参これじゃあ持っていこうか。ビートルートでも食べいいんかな。食べれるもんね。あ、拾うわ。食べれれば何でもいいんだね、本当。どうしようかな。一旦じゃあ盛大に何でもいいんだったらもうばらまくか。向こう一旦ばらまこうか。あ、経験値はどうぞどうぞ。22時50分。さっき17位だったよね。今18。あんまりこう下がるペースが速くないね。感覚的には21位くらいかなってことね。食えないんだっけ。あ、このまま食えないんか。うん、なんか自分で拾っちゃってんの。こいつ拾わない。あれ、普通にあいつ拾ったな。あ、拾うわ。あれ、師匠って拾わないのかな。農民、あ、やりとりしてる。めっちゃやりとりしてる。あ、コインに落ちた。めっちゃやりとりした後に、おっさんとおっさんが、おっさんとおっさんがイチャイチャしょる。拾えないかな。お、またおっさんとおっさん、おっさんとおっさんとおっさんとおっさんがイチャイチャしょる。おっさんと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 おっさんがおっさんが集まってきた。おっさんが集まってめちゃめちゃイチャイチャしょる。あ、子供生まれた。おっさんしかいないのに子供が生まれる。子供がどんどん生まれる。おっさんとおっさんとおっさんとおっさんでの間に星取ったんやな。どんどん生まれる。星取ったんやな。星取ったんやな。刺するわ。刺したわ。めちゃめちゃ生まれた。一気に。察するわ。お察しします。これ置いといて、
子作り作戦は大成功やな。職業ブロックめっちゃ増えた。職業ブロックまであとはたどり着いてくれさえすれば OK だね。ああ、おっさんにしか見えない。おっさんの集団。おっさんしかおらんのよ、基本。おっさんがおっさんに恋する世界だから、ここは。最終的には20位な以外無理でも25位以内だとエキストラポイントたくさんもらえます。いいね、ありがたいね。今できることやろ。あれ、こいつは羊飼いか。ここ樽も置いたんだよね。樽も置いたけどここ反映されてないから、ワンチャン漁師が生まれる可能性はあるんだけど。めちゃめちゃ住民が増えたな。とりあえず今攻撃できるものも手元にそんなないから、あ、これ持って帰ろうか。まあ、新たないい感じの村人が育つことを願うよ。なかなか向こうの村も発展しそうだな。人参とかビートルートでいいんだったら話早いよね。この感じでいいんだったら。あとは整えて、安全面がちょっともうちょっとあれだから、整えてはいかんといけんのんだけど、ガラスもできてきおるな。あ、シャベルもう一人一個分あるよ。シャベル使ってね、一人一個分あるから。今小3の孫がむちゃくちゃ村人いじめてたのを思い出しました。どういうこと？ストレスが溜まっとんかな。どういうことなんだろう。おお、ありがとうございます。うん、遠慮はいらないよ。耐久さんのシャベル使い放題だよ。なかなか壊れない。結構使ったけど、全然削れない。いっぱい持たなくて済むのがいいよね。で、どうしようかな。俺はこっからどうしようかな。シルクタッチ攻撃したいけど、まあ時間かけて増やしていけばいいか。何しようかな、何が気が向くかな今日。あ、かぼちゃ探すか。向こうの村周辺をちょっと探索してみようか。で、かぼちゃがあればいいし、なければ、ああ、こんな地形なんだねっていう感じで、いろいろ見てみようか。シャベルがいいから、斧2個のとこ。で、剣は1個でいっか。食べ物は？ちょっと長旅になったら怖いから、若干多めに。スイカ育つの早いな。ちょっと向こうの村周辺見てみるわ。
母はうるさいとか可愛くないとか言いながら追いかけてましたね。まあ村人はそういうもんだからな。はあっていう。村人もでも昔と比べるとこう個性が出てきたんだけどね。こういう帽子みたいなのなかったもんね。昔話しかけるまで何の村人か分かんなかったよね。どっち方面行ってみようかな。どっち方面行こうか言うと、もうあれなんだな、海だからそんなにあちこち行けないんだな。こんなとこまで、でこんなとこまで来るのやっぱ柵で囲わんと割と遠くまで行っちゃうね。そんなに広くないんかもしれんな、これ。あれ、こんな近くにあったの？これ来てんのかな？まああれがないな、今。あえて。来てないわ。これ金のこれも作れるんだ。贅沢。お花畑。あ、かぼちゃあったわ。あっさり、あっさり見つけた。かぼちゃありますね。あとは死なないことを祈らんといけん。こんなすぐ見つかるとは。危なかった。大丈夫か。焦った、今。砂漠っぽいのある。しょぼいです。おー、やりました。嬉しいです。これ死なないようにせんとな。あ、こことか、怖っ。もう砂漠、これなんけ、砂岩があるから、砂漠扱いでいいのかな。前なんかこうやって適当にさ、走ってたらさ、いきなり溶岩があって、そこに落ちて死んだんだよね。一旦戻っとこうか。さすがにこのかぼちゃを失うわけにはいかんな。あれ、こっち方面で合ってるかな。確かマイナス500の1400くらいの方面だったよね。ちょっと離れたらもう分かんないね。こっちが割と砂漠っぽいよな。こことかもう砂漠扱いにしてくれれば本当。なんとも言えん地形だよね。ここ砂漠扱いにしてくれたら本当に話早いよね。サボテンないですか？かぼちゃどんどん増やします。サボテンないな。確かにサボテンないな。ウミガメはおる。
あ、でもちょっと整えた分、若干やっぱ整った感じだった。そこ砂漠じゃないわ、カボチャも見つけちゃったな。麻酔カントネ持って帰る。こいつ、あ、これ子供が大きくなってるね。ん？いや違うか、ちょっと経験値あるな違うんか。なんか増えたな、なんか増えたよな、明らかに。ちょっと続々と大人になるのかな。師匠か、甘やどりしと持って帰るか。そうだな、うん、油断せずにあるうちに持って帰ろう。でこの辺ちょっとね、整えたいよね。カシアが育ったな。あ、コンパス。あ、そこ、ここはチェストはないよね。で、このチェストに入れとくね。下に入れとくね。あ、時計か。時計か。です、うん、よい、だいぶ環境が整ってきおる。そうかな、溶岩組みに行くところらへんもうちょい整えようかな。乗るところからやらんとな。ちょっと狭いから道広くしたいね。この下は何もないから、とりあえず一旦閉じようか。上から降ってこられるのが一番怖いかな。
あんなとこおるの？やば。あんなん下から来られたらアウトだよ。2マス分くらい欲しいなあ。あー、ここう来てる。1マス分挟んで 3マスあるのか。ちょうど降りていい感じに巻かれるようにしようか。どの高さがちょうど良くなるのかちょっと分かんないけど。ちょうどいい高さにしたい。一回削らんと分からんか。どこがちょうどいいんか分からんな。スムーズにこうちょっとだけ踊り場があってで、ちょうどいい高さで折り返せるような。今のままじゃちょっと無駄がありすぎるから、がどのくらいになってんかが見えんとわからん。ちょっと一回壊すか。だったあれだよね。なんかこのままでも使えるけど、こうより良くしようみたいなこととか、あと使い勝手は変わんないけどデザインを良くしようとかさ、そういう工夫が楽しいよ。あんまりそういうゲームってないよな。やっぱ使い勝手変わんないなら別にそのままでいいじゃんみたいな風な発想になりがちだけど、まあ、そういうとここだわれるのがマイクラの面白いとこなんやな。もうだいぶ近いけどもうちょいだよ。ちょうど交わるところで踊り場を作って、ここかな？あ、ここ
だいぶ近いね。だいぶ近いってか、ここか。で、もうちょっと奥側に踊り場を作ればいいのかな。で、これで、これだけ分無駄がなくなるから。で、ここの階段の幅をもう一マス増やして、こっちは壁があるから、ここの階段を2マスから増やせないから、じゃあこっちも2マスでいいか。ここ急にこう、あ、びっくりした。ちょ待て。どっから来たこいつ。割といいかも。こう切ってこう、まあ、こんなもんか。まっすぐんで取っていこう。だんだんと綺麗に、まずは最低限からいって徐々に美しく。早くダイヤのツルハシを常備できるようにしたい。なんかこの「ワンピース」っていう漫画をさ、なんか空島だいぶ前なんだけど、空島ってらへんまでしか見てなかったよ。今これワンピース見とる人がどんくらいおるんかわかんないけど、でそれからずっと見てなかったんだけど、なんか DTV をまあ契約しててさ、でなんか
YouTube もなんかいいの更新されんなみたいな日あるじゃん。でなんかでもなんかあんま興味がないのを見てねえ、そのご飯食べるときにさ、興味ないものを見るのもなぁと思って、で DTV でなんかいいのないかなぁと思ってたら、まあワンピースあるからさ、最初から見たら面白い、面白いは面白いよね、それ多分。もう面白いんかなと思って。一時期だけそうやって一生懸命見てた時期もあったからさ。でも一回見なくなるとちょっと、もうええかなみたいな気になるじゃん。でしかも、もうだいぶ話進んでいっちゃってるからさ。だいぶこうハードル高いというか、めんどくさいというか、という感じになっていって。ちゃってて、でもあー溶岩がある。でもちょろっと見ていってる今、ドンクリークのところ。スパイファミリーは楽しいよ、ほんまに。あ、土曜日、ん？今日土曜。DTV だったら土曜日の23時半に更新される、スパイファミリー。まだあるか。ワンピースって今最近のはどうなんか分かんないけど、今じゃっけ逆に初期の方を見とるからさ、なんかドラゴンボールとちょっとやっぱノリが似てるんだなと思った、ワンピースってね。で ルフィのキャラ的にもなんかこう強い敵が出てきたらテンション上がるみたいな、悟空と割と似てる。どの辺まで見とったんかな。エネルとか出てるところまで多分以前見てたんや。なんで見なくなったんか分からんの、忘れたけど。なんか覚えてるところから見ようかなとも思ったんだけどね。でも話もだいぶ覚えてないからさ。どうびっくりした。やばい。待て。溶岩の近く危ない。溶岩の近く危ない。そうか、こう2マス開けることによって敵落ちてくるな、ちゃんと戦闘。よし、上つけんと危ないぞ。ないんだな。来ないな。ああ、
そういうことね。結構上何もなかったんだな。今ノックバックしたら一発。どうしようかな。ハーフでやるのめんどいな。ハーフでやるのめんどいな。最弱隊長さんこんばんは。できちゃうんすよね。いやこれ上開けることによって危なくなっちゃったな。ちょっと低めでいいからちゃんと閉じようか。怖いな。全ブロックをつける。そっちから来る。もう一段下げようか。ここであんまり飛び跳ねるの怖いね。いけるかな。怖いわ。オール来るんよなあいつら。でもでかいのはこの隙間通れないからいいけど、小さいの来ちゃうからな。これ通ってきちゃうんだよな。通れんのだ。いやー怖い怖い。この高さでいいかな。低いけどいいかな。ちょっと低いかな。
日も気になったらまた考えよう。でとりあえずまあまあ、ああちょっとその上ら辺やらんといけんけど、まあ普通には取れるかな。30分か。こっちの方ですか。これもだいぶ増えてきたね。これちょっと使おうか。そういえば熱さなんだっけ、熱さなんだっけもう染めるやつ、赤い植物みたいな、あれまだ見てないな。ネザーウォーとか、あてはこれ合うね。こっちでやった方がいい。まあ、これと組み合わせて今これ1個だけでやってるから負担がね、めちゃめちゃこれに負担がいっちゃってるからな。組み合わせなんかで使っていこうか。ネザーの良さにあるやつ、そうそう、ネザー、ネザーウォート、ネザーウォートみたいなちょっと合ってるかわからない。ネザーウォートみたいな、見かけないね、あれ。ネザーの要塞見つかればブレイズ見つけたいですね。確かに。そういえばないね、一個も見てないね、要塞。エンダーチェストが作れます。あーでかいな。階段半分これにしちゃおうかな。要塞は最近見つけづらくなったようです。あ、そうなんだ。全く見かけない。前まで割とあったもんね。ちょっとなんか固まってたというか、ちょっと行ったらあ、またあるわみたいな感じの印象。ちょっと節約しようか。
嘘やろ。やっぱちょっとなんかこういうの入れるだけでいいね、気分変わるね。待て、危ない危ない、待て、いや、ハモるな。なかなかいいぞ。ガスと幅を利かせてんな。エンダーアイかエンダーポールは村人の攻撃でゲットもできますが、エンダーアイとエンダーなんとかあったね。エンダーなんだっけ、なんか投げるやつね。どっちかわからないですが、声気に出ます。なんだっけな、カエルマグマキューブをカエルに食べさせる用のエリアに行けるようにせんとな。うわ、びっくりした。焦るから、エンダーパールです。あ、そうだ、どう行こうかな。あ、そこの踊り場からこっち側に抜けるようにしようかな。
上がれないマグマキューブ、ちょっとかわいい。上がれない。頑張ってる。なんで上がれないんだろう。幅は足りてるはずなのにな。ちょっと太ったんかな。ちょっと太って通れんくなったんかな。なんで通れんのんだろう、ここ。不思議。多いな。ててここから横に行っても空いてないかな。カエル、あ、どうかな。こっから上がるのもめんどいよな。ちょっと行けるかどうか見てみようか。この高さには出ん、この高さでは出れんのか。なんかどっかパッと出そうだけどな。ちょっと下すぎる。逆にこうずっと下でいけるの。にしてもカエルの用途には使いにくいね。こっちから出せばまあ早いんだけど、新たに穴開けんのもなと思って。なんかいい方法ないかな。まあ階段を下ろせば、なんかいい方法ないかな。あ、てかこっから真横にずっと伸ばせばいいかな。この壁いるかな。悩むなぁ。こっから降りるか。こっから下ろすか。
あるこれ下ないんだっけ。あーないんだな。一旦降りると結構危ないからねこれね。スッと行けるといいんだけど、こうやっちゃってるからな。こっから上げればまあいけなくもないけど、一旦下げたものをまた上げるのはちょっとなんかなんかね。なんかそれもちょっとな。通橋がない。なんかスムーズに降りれるといいんだけどな。あ、23位であと15分のワンチャンあるか。拠点周辺も整ってきておりますね。カエルのとこはでもちょっと解決しときたいな。穴開いてないの？難しいな。どこまで開いてんだろう。この辺から開いてないっていうことか。高さが分かんないと難しいね。あれ、ここぶち抜いて、ぶち抜いて広めの階段にして、で、こっち側は下まで。で、こっち側は、途中で踊り場にして、にしようか。あ、そんな感じの方がいいかな。4マス分にして、そこも外出れるはずだから、ただ壁を新たにもう一個作らんといけんのよな。
そんなに低くないの。ちょっと何か送っておきます。どうしようか。OK、移動した。あ、送ってくれてる。大したもんではなく、ああ、ありがとう。あ、うまこさん、あれ、いちごありがとう。もうええよ、移動したわ。あ、危な、ぬいぐるみのクマありがとう。じゃあ、いただきました。ありがとう。じゃあ、戻ろうか。23位に上がったね。じゃあ少しは取っといた。ナイキングです。この子もです。え、移動しとった方がいいの。なんか大したもんじゃないって言ったっけ。もう戻ってきたけど、でもぬいぐるみのクマだったから別に大したものだったけど大したものでしたけど。どうしようか。移動しなくていいです。了解。移動したけど戻った。ぬいぐるみのクマありがとう。プチ梅もいただきました。ありがとう。もうない。あと8分か。現在20位になってるね。ありがとう。あと6分か。
ここまで4マス分できて、この辺りから危ねえ。スライムじゃないの。ここ横に向けて、こっから向こうにちょっと移動する感じにしようかな。暑くなってきましたね。なんかほんま最近湿度が高くってさ、湿度高いと疲れるよね。宝箱当たりました。お、すごい。NP さん、カエル2個ありがとう。やった、すごい接戦だ今。大丈夫、なんか今向こうか24位。うわ、接戦だな。あと3分。すごい宝箱。この高さがデフォルトっぽいな。この高さに合わせるか。夢未来さんが、ピエンありがとう。あと2分か。24位。25に入れとけばいいか。何事も起こるな。あと2分、耐え忍ぶんだ。夢未来さんが、クマちゃん風船ありがとう。
まちゃん風船いただきました。あと1分。そして24位ネバレ。粘ってくれ。現在まだ24位。粘っとる。まだ粘っとる。あ、え、23時59分前だからもう終わってんのか。あ、そしてもう0時になったわ。24位で確定ですね、これは。いや、23位だ確定じゃなかった23位。これでも0時になってるから OK でしょう。あ、23時59分59秒だから、まあほぼ0時までか。やったー、ありがとう。いや、今週だいぶピンチっぽかったところ。あ、川田町さんか。川田町さん、ありがとう。この349号に、これで24位から23位になっていけましたね。あー、間に合わなかった大丈夫でしたか。23位で終わってる。うん、おかげさまで。25に入れればいいみたいな感じだったよね。うん、OK、 25に入れてる。俺らって B チームなんだっけな。 B じゃないの、 C チームかな。C チームか。 C チームだから、C チーム21位から30位1500コインで、エクストラが7000ポイント。あれ、そんなにくれてたっけ。7000とかだったっけ。あ、でもそうか、今まで50位までしか見てなかったから見てなかったね。なんか自分がそう、50位までしかあんまり関係ないみたいな感じになっちゃってたから。7000はでかいな。C チーム。結構エクストラ刻むんだな。すごい。では失礼します。かっこよ。ありがとう。川田町さん。ありがとう。スクショ撮れた、よかった。大事なところ寝落ちしてましたやったー、入れたよ。おかげさまで今週もとても良い形で終われそうで、そしてこの地味にマイクラの整備も進んでいきおるわ。よしかなとな。じゃあまあこの辺で終わりましょうか。こいつだけ倒して、ちょっと、あ、これも入ってこれないのか。まあ次回ここを拡張していって、で、このマグマキューブがガンガン湧いてるところらへんまで、一旦広げ、安全な場所を作り、カエルをその近くに置いて、マグマキューブを食べさせる用の場所を作ろうかなと思っております。一旦こっちから階段でいい高さまで下ろして、んで、うん、ガンガン来るな。下ろして、でこっちからも普通に降りれるようにして、安全な場所も確保しながらみたいな感じになるかな。じゃあ、ん？土曜だからちょっとデータ取るか。
511613時間目508としたらこの1時間9761ポイントかな。3時間目取り忘れちゃった、2時間で合計1万200ポイントくらい。すっごすっご1万ポイントとかポイント取って、じゃあデータ取って終わりましょう。64429-373-05。広角はプラス13856、昇格はマイナス13262。という感じです。 C1 で土曜の段階でプラス1万3000って普通ないもんね。だからこれは今日めちゃめちゃ積んでもらったのと、あと先週から見るための環境自体が減ってるから、おそらくもう広角目安自体が C1 でもすごい下がっていってると思う。キープはかなり見えてきましたね。すごいね。まあだけその分ハッピーも飛びづらくなってるから、なかなかこうねウィークリー達成するのがちょっと難しくはなってきてはおるけど、ウィークリーさえ達成できれば C1 キープもだいぶ、なんて以前と比べるとかなりハードルは低くなってはきてるかな。その分ウィークリーのハードルが上がってるっていう感じになってると思うけど、まあ、総合的に見れば以前の C1 のハードルの方がまあ高かったとは思うから、相当ね、だからまあ総合的に見ればハードル自体は下がってんのかな。夢未来さんお疲れ様、一福さんお疲れ様、マグマさんお疲れ様、リリホワさんお疲れ様、うまこさんお疲れ様、一梅ももさんお疲れ様、梅ももさんお疲れ様、じゃそんな感じで終わろうかなと思います。明日も多分ギリまで仕事してんでやるとは思うから、まあ、もしかしたらワンチャン遅れるかもしれないけど、背に腹は変えられん。財布で失った分をちょっと稼がねえいけんかな。ワグマさんお休み、梅桃さんも休み、一福さんも、お休みなさい。では終わります。ありがとう。お疲れ様。ありがとう。